標高3000メートル級の山が連なる北アルプスを貫く立山黒部アルペンルートが今日全線開通しました。この辺りが最高到達点になります。わあ、最高到達点14メートル、迫力があります。すごい綺麗っていうかね、眩しいね。まあ、素晴らしいですね。今日はすごいお天気にも恵まれて最高です。富山と長野を結ぶ立山黒部アルペンルートは総延長 37.2 キロで、観光客のお目当ては道路を除雪した際に現れる巨大な雪の壁、雪の大谷です。500メートルほどのこの区間は歩くことができ、6月下旬まで楽しむことができます。今年は外国からの予約が順調で、去年を上回る観光客が訪れる見込みだということです。